シャビーのうちにね、お泊まりさせてもらって、あかりは。二人のね、時間を過ごしました。二人の時間を過ごさせてもらいました。そう、一緒に寝て、あかりは次の日整体を入れてたんだけど、だから整体までに起きていかなきゃいけなかったんだけど、昼に起きて、ソフィーに、電気つけていいって言ったんだよ。ソフィーがうとうとしてるとこ。したら、いいよーって言いながら、ブーって布団かぶってて可愛かった。んいいよーブフ可愛くてニコニコしちゃった。その後ね、一緒にウーバー見て、ウーバー頼んだ。で、一緒にご飯食べて、あかりはちょっとお化粧しながらおしゃべりして、バイバイした。弟ソフィーとか破壊力すごそう。いいだろ、あかり。ソフィーと寝たんだぞ。ソフィーとお前寝したんだぞ。前はあかり壁際だったけど、今回はあかりが、床側だった。なんか何回か起きたんだっけ、その度に、なんかあかりの方に、布団が寄ってて、ソフィー寒いかなって思って、バーってソフィーにお布団かけた。ソフィーと寝たらちょっとまずい。なんで？誰が来る？あかりとソフィーの間に誰が入ってくるんだ？イチャイチャしやがって。ひひ。そうだよ。メルチの嫉妬が望み？ちょっとそっちはそっちでやってもろって。そちらはそちらでどうぞどうぞ。